で、これは朝鮮版石の写真なんですよね、はい、これは使ったことない写真なんです。これ見ての通り、ここ殺到してますでしょ。これなんか薬、これが薬所的なところ、こっちが役所ね、役所、はい、で、こっち、うん、が市民、うん、こっちが市民ね。締め切りが近いんで殺到してる。これ総主解明の手続きをする、うん、そうです、そうです、朝鮮の市民だった。そうです、そうです。これはどこの新聞ですか。あ、全部朝鮮版、朝日新聞です。あ、朝日新聞、朝鮮版、ね、それで例えばこれはね、あの未収録って一度もまだ出したことない記事なんですけど、はい、その戦後日本がそのカラフトだとか朝鮮人をね、移住させてどうのこうの強制連行しただとかなんとかいろいろ言われてますけどね、実際はソビエトが強制移住させてたんですね、朝鮮人をね。こっちちゃんと書いてますでしょ、これね。だからそれがこういうのが全部日本がやったことにされてますよ。これはどういう文脈ですか。沿海州朝鮮人第二次強制移住、うん、ということは、ソ連領内にいる朝鮮人、いや満州、満州か、うん、シベリアにね、沿海州、あの満州国境、シベリアとの国境あたり、あ、うん、で、こう、まあこれも出してないと思うんですね。文毛一層だとか、文毛を相当、要するに文字を読めない人を、そうです、そうです、頑張って根絶しましょうということですよね。全線的に大運動を起こす、要するにその文化政策をやってるところですね、うん、そうそうそう、うん、で朝鮮語を奪ったなんてとんでもない話でね。これ面白いですね。朝鮮語で第二放送、釜山放送局の継承、これ昭和16年の記事ですよね。要するにあの NHK の衛星第二みたいな感じで朝鮮語でやってた、うん、NHK です、当時。ああ、なるほどなるほど。 NHK が朝鮮半島にあったんですよ。だから NHK だってだから全て知ってんですよ。朝日も毎日も知ってると同じように NHK も朝鮮半島で、ね、経営してたんで、それでこれユネスコ遺産とか最近騒いでますけど、その発掘だとかそういうのも全部日本が一生懸命やってたわけですよ。用品類2000、いや、こっちのコークリ、コークリ王宮跡にスキクワ、スキクワ、学会の謎を解く発掘調査、要するにあの朝鮮の王宮とかを破壊とか、今ユネスコの世界遺産登録で、ね、中国と朝鮮で揉めてるじゃないですか、それの根本的なその発掘作業っていうのはほとんど、うん、朝鮮の昔の文化を日本がちゃんと調査していたってことですよね、うん、もう好きなんですね、日本そういうの大好きなんですね、はい、例えばこの記事は面白いですね、うん、日本関係を装い品人を脅す。新義州っていうのはその、あの王旅行の、あの陰線からちょっと王旅行の中国の国境沿いのところにあるんですね、今の北朝鮮ですね。で、関係を装いっていうのは要するに日本人に なりすまして中国人を脅してたとか、要するに中国人から逆に脅されてるから日本の関係を装いっていうか、この流れがどういうことかって、総主解明もこういう流れがあったわけですよ。日本人の名前を持ってば品人に優越できるみたいなね。なるほど、だからそういう流れで総主解明なんかもあったわけです。あの1900で言ったら昭和16年、40年ぐらいですかね。これは昭和6年、昭和6年だから31年、満州事変の前です。ああ、なるほど。なんか時代を感じさせるのは結構この欄外の広告に肺病を治ったとか、なんか、あ、肺病ってこれあれですかね、あの結核でしょうかね。なんか時代、さっきからずっと肺病がどうたらこうたらって。だから今日はちょっとこれあの持ち込んでないですけど、満州国境でシナ人とのこういう争い、打ち壊し殴り合いだとか暴動だとか、もうめちゃくちゃ、だから日本人と、あの中国人より朝鮮人同士がすごい殴り合いだとかね、暴動だとか打ち壊しだとかも非難して、日本の軍隊がシナ人を守って帰国させてあげただとか、そういう記事もあるんですよ。だから今ね、北朝鮮が原爆持ったって、それは確かに日本とか3回目ってことで、なんかまたかってきな、まあ怒ってはいるけれども、まあまたかみたいな感じですけど、中国の方がやばいんですね、じゃあ。これ面白い記事ですよね。あの強制連行して軍事徴用を強制連行って、あの韓国とかね、今騒いでるでしょ。弱い学徒は軽い仕事、日本の女学生でも男子学生でも軍事徴用はされてたんであってね、あ、要するにこれは健康と睨み合わせ通り、そう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 、だからちゃんとこういうふうに気使ってるわけですよ。朝鮮の健康が悪い、体の調子の悪い人は軽作業をさしかさせませんよということですね。非常に温厚ですが、いやだから、ね、全てあの言われてることは全部逆 ね、 全然そうですね。あ、これはすごいですね。で、野球がなんかすごくね、朝鮮半島サッカーとか言ってても、
要するに皆さんこれ甲子園の予選をやってたわけですよ。ああなるほど。中学甲子園を目指し駒進む計9校29校、うん、晴れの出場校決まる。そうなんですよ、北選版ね、朝日新聞、北選版朝日新聞、はあ。だからねサッカーも朝日新聞、朝鮮版朝日新聞、あの朝日新聞杯として、うんうん、あの全朝鮮半島でサッカーの大会とか、だからサッカー国技とか言ってるけど、朝日新聞がその全国大会を開いてあげてた。これすごいですね、朝鮮選抜中等野球ってのがあったんですね当時。いやだから甲子園の選抜ですよ。すごいですね、完全に日本国内でやっていく。そうですね、うん、ここに朝鮮選抜中等野球と書いてます。そうなんですよ、うん、これはこれあの秘蔵、うん、これはですねこの本の中に警察官の夫人がピストル8人立ってねピストルの射撃の訓練とかやってる、それ の, あの前提になるような記事なんですよね。貴族がね要するにもうあの山賊ですよね、それ農民なんかを襲っちゃうと、そういうのでこれ武力で守るというような流れの中でね警官を配置して、それで警官だけじゃなくて奥さんたちもピストルの練習してるのはこっちの本の中に入れてあります。そうですか。写真としてね。そんなにこれは朝鮮は当時治安が悪かったんですね。悪かったですよ。農民保護政策とかありますね。ちゃんと、これは何だろう。画面見て。残虐不動の殺人。これはね皆さんちょっと驚くか分かんないですけど。事実真理にただ愕然の傍聴者。166名が宗教団体で殺してたわけですよ。ああ日本でもそういうね惨殺して問題になったのがつい最近ね裁判まだやってますけど、それを完全に上回るようなこう宗教団体 の, あの事件ですよね、はあ、だからこういう事件があのこの白白教っていうのかな、これが一つだけじゃなくてその例えばその同じようないかがわしい宗教団体いくつもあってね、それで殺人絡みのそういうのが結構記事として出てるんです。白白教団その当時の朝鮮にあったカルト集団ってことですね。そうですね。これは昭和15年の記事。1940年ですね、で例えばねこれはその朝鮮に13の道があって、道議会議員の当選者一覧なんです。これすごい、でこの当選者一覧の 81% 計算すると 81% が朝鮮人の方ですよね。で知事もたくさん、あこっちにはその知事の顔写真まで入れてありますよ、だからこれが13道で、こっちには一つのねあの中西南道というところの道の知事、一覧全部顔写真入れて出してますけど、知事からその下の郡長12か13郡があって、その郡長も朝鮮人が メインでね、それでまたその下の市の町とかそういうところのその何ていうのかな選挙で選ばれるのも大体同じぐらいの比率ですよ、7割8割。みんな金とか李とか、あの新とかってちゃんとこう朝鮮風の名前をちゃんと名乗ってるというか。いや朝鮮人ですもん。あのだから別に強制してこう。創始改名した人を選んでるとか。いやこれ創始改名の前ですからね。創始改名の前ですね。なるほど、すごいですね。ほとんどでも朝鮮人ですよね。そうですそうです、日本人はちょっとだけいるかなっていう。これ昭和8年の新聞記事だと思うんですけど、ね、33年ですね。だから全部そのあの普通言われてる、交換言われてるのは全部嘘ですね、そうですね、哀れ衰退の朝鮮仏教蘇らせる。最近ね日本のねお寺から仏像を盗んでって、向こうのね、あの国宝だとかなんとかにしたりしてるの、あれとんでもない話で ね、兵庫県だとか和歌山県だとかいろんなところでね仏像盗まれてるわけですよ。でその日本のね名門建築っていうか文化財になる建築もいっぱい焼かれてるの知ってます？あっちこっちで、あれもねちょっとあれの犯人は特定できないですけど、それと一体化してる流れの中でね、仏像盗まれてる実態があって、その仏像が突然朝鮮半島に現れて国宝なんかにされてんですよね。だからその仏像を盗んでるのはもうはっきり言って朝鮮系の人間ですよ。そうでしょうね。ところが
日本が統治してる時、あの大仏だとかね、もう土で埋めたりとか、うん、首を切ったり 目をえぐったりとか、もうめちゃくちゃ仏教は衰退してたわけです、うん、その仏教の衰退してるのをこの記事見ると分かる通りに、うん、ね、もう哀れだからっていうような感じでちゃんとソウルに移したりとか、うん、その仏教を復興したのは日本ですよ。なんで朝鮮で仏教っていうのはその廃仏毀釈みたいな感じなんですか。 なんでそんな、いやもう儒教、そうです、そうです、儒教だから仏教は邪教だということになったんですかね。そうです、そうです、儒教です、うん、だから極端から極端に行く民族だから、うん、それで今キリスト教になって、そうですね、あ、うん、今ほとんどキリスト教でしょ。そうですね、うん、極端から極じ、まあ、その時の権力の一番、宗教というのはそういうものじゃないんですけど、その尊徳で ある部分はあるんじゃないかと思うね、うん、時代主義っていうかその流れの中でね。これ朝鮮、朝日新聞朝鮮版、これよくできたますよね、こうちゃんとルビー振って、なんか面白そうな新聞ですよね、うん、でもね本当に、いやこれ全部出せないんで、たくさんあるんです、こういう、いやでも当時の朝鮮の多分 ある程度インテリ層が読んでたと思うんですけど、うん、そうですね、すごくね、こうインテリジェンスを感じる紙面ですね、なんかね、すごくね。いや毎日新聞もあったんですよ。あ、なるほど。毎日新聞もあったし、朝日新聞もあったし、うん、で毎日新聞はその経常日報なんて、その形状だけのタブロイドみたいな感じの新聞まで出しててね。なるほど。だから毎日新聞と朝日新聞が全部知ってますよ、うん、資料持ってるんだから、だから要するに国民が騙されてたわけでしょ。そうですね、うん、はい、だからこの朝鮮版朝日のこれに、うん、収録したのもほんの一部で、今出したここにこうやって出したのは全部これです、ね、こっちには入ってないです、はい、入ってないし入れてないです、うん、今は未収録のものを紹介する、うん、こっちね、だからこういう未収録のいっぱいあるんですよね、で例えばね、はい、このこっちの本にも入れてない写真いっぱいあるんで今日持ってきたんですけど、はい、これは日本の朝鮮半島にあった、まあ、昭和1桁2桁って考えていただければ大体、ま、旅館です。旅館、あ、これ日本人が経営してた旅館ね、朝鮮旅館みたいな感じ、うん、ね、これは朝鮮にあったわけですか、うん、これは慶城ですか、ね、でこれも日本人が経営してた旅館ね、うん、あ、かっこいい、レンガ町のね、二見旅館、これは慶城ですか。ああそうです、そうです、うん、それで朝鮮人が、要するにね、朝鮮版朝日って90年代その慰安婦をね、批判とか反論できるっていう資料ってほとんどなかったんですよ、うん、今自分ごっそり見つけちゃったから、うん、もう好き勝手なことをもうふざけんじゃないみたいな感じで言えるようになったんですけど、で当時あったのはね、朝鮮人が経営してる旅館で慰安婦募集広告、うん、こんなちっちゃい、うん、その広告だ、朝鮮人が経営してた旅館ってどんなのかなってちょっと思い浮かばないじゃないですか、うん、でここにありますよ、うん、これ軒を連ねた朝鮮人、だからその向こうの写真見てて一番違うのは、 NHK なんかね、きらびやかなね、そういうドラマやってるけど、ああいうね、捏造したようなものはね、日本人にとって、ちょっとすごく精神衛生上良くないと思いますよ。日本の文化を上回るようなね、絢爛豪華きらびやかな洋服とか着てますけどこの違いは、素晴らしい、実際中世と現代みたいな感じですね、うん、実際ね、こういう写真、この写真だけじゃなくて、衛生観念と生活習慣が全然違うっていうのが、ほぼ同時期と考えて、同じ資料の中で、ほとんど屋台ですね、屋台というか、だからね、バラックみたいな、こっちの中にも比較写真は入れてありますけど、で馬が2頭ね、1頭ぐらいの道もないような朝鮮半島に、これもう立派な地方の一級道路って書いてるんですよ、キャプションね、地方、立派でしょ、地方一級道路、本当ですね、うん、なんか街路樹まで整備されてる、そうですね、だからこういう道がもう二百何十本も作ってるんですよ、ね、どこの地方なんですかね、いやだから、まあ、こっちの方の資料本にも入れてありますけど、写真ね、はい、ああそうです、信じられないですよ本当に、道がない時代から10年ぐらいでこういう道どんどん作っちゃう、内地よりちょっと立派な感じもしますね、うんうん、でこれ朝鮮神宮の写真ですけど、うんうん、でこっちの本に収録してない写真なんですよね、こういう写真結構あるんですよ、いや立派な感じで、ね、でこの白い服着てるのは全部朝鮮服ですよね、あなるほど、うん、だから昭和3年の、うん、昭和3年の記事で、もう日本人より朝鮮人が参拝してるのが多いっていう記事が朝日新聞 で昭和3年ですから、戦争も何も関係ない、強制も何も関係ない、1928年、その時代にも朝鮮人の方が多いですっていうような記事出てますからね、この石畳がこうなんていうかな、立派な感じのね、これ整然とした感じの、360数段、すごいですよ、すごいですね、
でこんな貯水池っていうのも朝鮮十三道の至る所に、うん、ダムですねこれね、うん、ダムっていうかね貯水池貯水池、うん、上水道なんか全然なかったんですからこれも日本が作ったいやもう全部全部、うん、すごいなんかちょっとヨットがねちょっと浮かんでるのかなこれわかんないですけど観光なんか船ちょっと楽しんでる感じのあれもあるのかまあ漁かなんか、船魚がいたのかな、でこの本にも学校の写真いくつかのあの掲載してあるんですけどね、で立派な写真だけ掲載したんじゃないのっていうような、そういう疑問を思う人もいると思うんですよ、そこで少しね今日はまとめてね学校の写真いっぱい持ってきましたよ、これ小学校の写真ね、あこれもなかなかラナンラナンですか、うん、国立公立普通学校、普通学校っていうのは小学校ね、これ鉄筋コンクリートみたいな感じですよね、2階3階でしょ、これここは体育館かな分かんないですけど立派ですよ、まあ、武道場みたいなのが ねあれもここね、武道場的なもんがあってこっちが校舎でこっちにも何かありますよね、ちゃんとね生徒も整列してちゃんと品があるような感じですね、こっちはあの岩山女子学校っていうか文化財になるような建物でしょ、わーすごい、これはなんか日本人でこの建物を見てこういう学校で教育を受けたっていう人そういないでしょ、そういないですね、そうですね、今でも多分ないんじゃないですか、ね、あんまり、そうですね、これ昭和一桁の写真ですよ、あーへーすごいですね、でこれ温室科学、要するに科学技術館みたいなものですけどね、これ、これも昭和一桁、こんな日本にこんなのあったみたいな感じないでしょ、ないです、そうですね、うん、ガラス張りのね綺麗な感じですね、ため息が出ますよ、そうですね、でこの本のこっちのね新刊本の中に入れ、あの郵便局、中央郵便局の写真入れてるんですけど、その建物だけじゃなくてこのちょっと周辺も分かるようにこれ写真持ってきたんですけどね、ロータリーですけど、そうです、ロータリーで、この正面の大きい建物が、あの中央、あのソウル形状にあった中央郵便局ですね、立派ですね、でこう、こっちかな、こっちかな、この辺にあの朝鮮銀行があったんです、ちょうど位置的にはこの辺に朝鮮銀行、立派です ねなんか東京駅の前みたいな、東京駅の 中央郵便局より立派じゃないですかこれ、あの鳩山邦夫さんが吠えて今残ってますけど、なんかちょっとこう当時のヨーロッパだってこう遠目で見てもちょっと分かんない感じ、分かんないでしょ、だからこれも、女学校かな、これは、これは何でしょう、キャプション、宿命女子高等普通学校、これは慶城ソウルですね、ちょっともう一回確認して、立派ですね、レンガかな、国内よりいいみたいな感じが、要するに学校を作り出して短期間に、あの資本投下して財政支援してどんどん作ったんで、全くないところに新しいものを作って、それで作ってもそれは今後日本になるんだからという気持ちがあるから、もうすごい入れ込んだっていう感じ、それともう一つ海外から日本は植民地なんじゃないかっていうのはそういう監視の目があって、その日本人のその恥の文化があるんでね、そういう後ろ指絶対刺されたくないという、そういうプライドもあったから、絶対そういう苦情とか批判浴びないようなものを作ってあげようという、そういう気持ちもあったと思いますよね、これも学校ですね、多分今の北朝鮮流儀ですかね、この地名からいくとそうかもしれないですね、だから地方行けば地方行って緑があってこういうね、ちゃんとした、今でも通用しますよね、これなんとか大学、だから全部ね文化財に残るような建物ですよね、あでそのこういう建物の写真は結構他でも見たことあると思うんですけど、市民がこう集ってるような写真ってあんまりないと思うんですよね、そうですね、はい、でそういう意味でいくと、これこっちの本には入ってないんで、これ市民が集ってる高陵市場の、市場ですね、文具店、文具店、露店文具商ですね、はい、なるほど、すごいですよね、これはね、シナ人が経営してた商店街だから、衛生関連、日本人じゃその貧しくても貧しいなりのそういう整理整頓とかされてるじゃないですか、それがないですね、向こうには どさっとしてますね、向こうのそういう写真いろいろ見てもないですね、整理整頓っていう概念があんまりなかったみたいですよ、シナ人街の野菜店、野菜を
ってるんでしょうね。なんかこう野菜を売ってなさそうな感じですけど、野菜なんですね、これね。これ商店街の写真ですけどね、ここにハングルで看板出てるじゃないですか。本当ですよ、ね、何も禁止なんかしてなかったってことは何よりね、ハングルでちゃんと看板が出てたり、和装してますね、女性が。うん、和装してるのは日本人ですよね。あ、なるほどなるほど。実際日本人は和装ですけど、はい、向こうの人は和装じゃないですよ。これです、大体、うんうん、これ見ればほとんど分かると思うんですけど、真っ白系、うん、あ、その染料がなかったんですか。民族朝鮮服、要するに 色っていうか、そういうその貴族階級は黄色着て、黄色は皇帝の色だから着ちゃいけないだとか、そういう色の制限っていうのは当然あったと思いますよね。これは一般的な朝鮮の民衆だった、ね、そうです、そうです。だから今 NHK のドラマを見てると、みんなね、金氏銀氏の色とりどりの綺麗なの着てるじゃないですか。あれ誤解受けますよ、日本の若者に。そうですね、だ当時の子供たちはこんな感じ。これは朝鮮の子供、あの板飛び遊びって板で飛んでね、うん、こっちの本にも紀伊線が板飛び遊びしてる写真入れてありますけど、板飛び2人の子供が板の、うん、なんだ、板シーソーゲームみたいな感じの、板の両端を交互に踏み飛び上がりで遊ぶ、うん、と書いてますね、はい、シーソー。これは市場っていうか、その商店があんまりなかったんですよね。露店をね、3日4日でこう街を巡回して商売やってるっていうのがメインのそういう市場。これは何売ってるんですかね。なんか陶器とか、陶器を売ってるっぽいですね。じゃあちょっと日本人には考えられないようなね。そうですね。これはちょっと向こうに見えてるのが何代もんですか、これ。違う、あ、違います、うん、これちょっと日本人には考えられないような、うん、この写真はちょっと米をね、地べたで売ってんですよね。高齢米市場。この周りの中に入ってるの米だと思うんですけどね。へー、うん、へー。だからこれ日本人の感覚ではこれないでしょ。衛生管理方はしないですね。うん、米ですか。これは、はい、あ、これは行商、うん、行商。これ何売ってるんですか。この帽子かぶってるのは中学生なのかな。何か売ってるか分かんないけど、大体のその生活の感じが分かりますよね、朝鮮の人のね。こういう感じですよ。だから昭和一桁二桁なんかの、それ、ま、飴売ってるんですって。飴、あ、そっか、飴か。飴売り、飴を、これが飴なんですかね。その上に入ってるのがね、飴。なんか随分大きいような気がしますけども、だからその衛生観念が全然違いますよね、うん、あ、これは米一番ですね。これは何ですか。これはね、列車。あの日本は狂気って、あの鉄道でもヨーロッパ走ってる広い高軌道じゃなくて、ね、これは高軌道なんです、朝鮮半島の主要本線は、はい、だから広い、ゆったりしてるでしょ。いやー、なんかエレガントな、うん、これは、あ、赤月って超特急、うんうん、で特急には赤月、あ、あのこっちの方にも出してありますけど、はい、赤月とかね、うん、その光のぞみ、光とのぞみは朝鮮半島で使ってたネーミングのお下がり。あ、そうなんですか、うん、へ、超特急のね。うーん、だからそれだけよくしてもらって何を言いたいのっていう感じするんですけどね。やっぱり自分でやったと言いたいんじゃないですかね。これはね、昭和一桁の、これ日本が統治するようになってからすぐの頃のね、うんうん、あのこれ確か明治43年の写真だと思うんですけど、司法省のその司法の会議をやってる姿ですね。だ、白いのは全部朝鮮人の人、帽子かぶってる人もいますよね。だから室内で男性が帽子かぶるっていうのは、まあ日本人はそんなことしないですけど、ここに帽子かぶ、これが日本人側ですね。背広着てるのはね、一塊で、白いのは朝鮮の方 で、うん、でこの辺の手前の方のでも帽子かぶってるのは朝鮮の人でしょ。それ、これ、あの黒い服着てても、ちょっとヤンパンだと思うんです、あの白じゃないのは。ああ、これですね、これ、うん、帽子かぶってるの、それはヤンパンだと思います、うん、ヤンパンって特権階級ね、うんうん、だ女性じゃなくて男性が帽子かぶってるっていうのは、ちょっとそういう礼儀っていうのは分かってないみたいで、うん、まあこれは街並み、これは形状、あ、これ形状です。あ、路面電車が走ってる、ね、路面電車が走ってるんですね、だからその形状に地下鉄ができてるのも、その昭和、ですね、昭和15年かな、地下鉄できてますよ、形状。あ、そうですか。
札幌に地下鉄ができたのは札幌オリンピック、まあ、15年って言ったら1939年じゃないですか、ね、で札幌に地下鉄できたのは確か1969年ですよ。あ、オリンピックの前ですね。だからね、自分北海道出身で、なんで北海道は道っていうのかなと思ったら、まあ道は道でいいんですけど、道の位置づけとして財政的な支援とか国からのね、その位置づけ、朝鮮半島のこれいろいろ写真だとか資料を調べていくとね、14道ですよ。なるほど。朝鮮が13で14番目。あ、そうですか。そんな、そういう扱いを、そういう扱いを受けてたと思います。いや、この本にはそういうこと書きませんでしたよ。だけど、そういう扱いを受けてたというふうに思わざるを得ないですね。朝鮮の方が優先されていた。だから景気道の道庁の建物にしても立派だし、北海道庁のあのレンガ残ってるじゃないですか。ありますね。あれより立派ですもん、他の道庁。なるほどなるほど。そうですか。僕も道民なんですけど、実は。あ、どこなんですか。札幌です。あ、そう、小樽、ね、あ、そうですか。近いですね。いや、だから小樽と札幌に電車走ったのも1968年で、岩見沢と小樽の間ね。で、朝鮮半島に電車走ったのは1938年、だからそれも30年後なんです。激怒ですよ、激怒。だから激怒するとかそういうことはこの本には書けなかったですけど、それを書いちゃうとね、じゃあ明治維新政府は今会津藩の問題やってますでしょう、ね、東北北海道を飛ばして朝鮮半島だったわけですよ。予算が出さなかったわけです、東北には。なるほど。だから東北のイメージ、北海道のイメージ、映像だとかさ、なんか暗いイメージあるでしょう、だからそれに使って発展させるべき予算を全部バーンと朝鮮半島ぶち込んでたって感じ。なるほどね。まあ、朝鮮半島以上に満州にぶち込んでたんですけどね。だから朝日グラフなんかずっと読むと、満州の方が実際お金つぎ込んでる。で、朝鮮半島はまあ満州よりはそんなつぎ込んでないですけど、朝鮮半島長いじゃないですか。満州を満州国作る以前から朝鮮半島、そうですね、はい、だ朝鮮半島に大体開発が終わった後に満州ですから、だから13道があってね、朝鮮半島に13の道があって、その扱いが14番目はあったら北海道ですよ。いや、納得いかないですよ。確かにそうですよね。それでいて今更ね、なんか被害者みたいな、だそこをね、あまりこう追求してね、もういろいろチェックしていろいろやり始めたら、ちょっと本の趣旨が変わっちゃうじゃないですか。だからね、そこにはまあ触れないで、だから北海道よりあなたたちね、いい扱いされてたのに、なんか不平不満あんですかって言いたいですよ、本当北海道の人間にしてみれば。そうですね。だって地下鉄だってさ、全て向こうのがソウルだとか先なんだもん。東洋一の港を作るとか言ってさ、あの釜山をね、あれ昭和15年の岸がな、東洋一ですよ、東洋一、東洋一ってことは横浜とか神戸よりっていう意味ですからね。そうですよね。鉄橋だとか東洋一、東洋一っていうのが結構向こうの朝鮮番先にあるんですよ。東洋一の観光場だとか、だって今 黒部ダムが33万キロででかいって日本人イメージしてるじゃないですか。水泡ダム70万キロワットですよ。倍以上だったんですね。倍ですよ、倍、倍。だからそれが単独で倍で、その王緑港かなんかのこうね、渓流沿いにはダムがいくつも作ってるの、10万とか15万とか。あ、それでも黒部ダムの半分ぐらいのやつがボンボンあったわけですね。じゃあ、まあ、そう、だ黒部ダムのっていうか、黒部ダムは昭和の際ちょっと前ですからね。戦前には日本のね、国内で最大のダムっていうのは十数万キロワットが最大だったんですよ。それが70万キロワットですからね。だからね、あのこの本読んでて、あのアマゾンのレビューに腹が立っただとか頭に来たとか、それは書いてる本人は本当同じですよ、頭に来てましたよ。それでも頭に来たとかそういうことは書いてないですけど、こちらの本に朝鮮人より日本国民に送られた学校希望の電報とかっていう形で、そうそうそう、こんだけ日本の朝鮮って書いてますよ。日本になりたいよっていうことですね。これ明治44年の朝鮮オブジャパンですよ。日本の朝鮮です、まさにね。これってでもそりゃそうですよね、ここまで投資してもらえるんだったら。このね、団体ってね、100万のね、あの団体があったんですよ、親日団体がね、一心会。その団体の関係者が自分たちだけじゃなくて周り広く聞いたら、みんな
合併してもらいたいと、そういう意見があったんでっていう会長が出してきた、会長のこれ文書の役目、こういう資料がこうわんさかこう、だからね、本当全部ね、今日一部また持ってきてお見せしましたけど、あのご本はもっとこうなんていうか、まあこういう印刷なんでもっと綺麗な写真がこうたくさんありますけど、だからこう時系列に流れが分かるように、うん、全てで一番ね思ったのは、日本人はどこ行っても教育が好きなんだなって。だけど最近日教組がいるから教育嫌いになっちゃってるわけじゃないですか。だから日本おかしくなってんのね。だからまず日教組を潰さなきゃダメですよ。だから日教組を潰すには、これだけ本に出てない資料、新聞も何千枚も持ってますし、写真も持ってますし、中学校とかね、この番組見てる中学生高校生の人で、先生が、歴史の先生がおかしなことを言った、この番組で言ってることと全く逆のことを言った、そういう時はね、あの公開で、あの討論会でも企画してくれれば、私全国どこでも行きますよ、資料持って。だから先生にまず DVD 見せて、先生言ってる根拠はあるんですかと。根拠がない、根拠がないんだったらそういう教科書は使えませんと。だからね、柔道の女子15人 IOC に訴えかけたと同じようにね、生徒1人2人でやると内申書とかでいじめ食らっちゃうから、教室でまあ8割ぐらいの生徒が固まってね、先生それ根拠あるんですかって、根拠ないんだったらそんな根拠のない教科書私たちは使えませんって、それ全国でね100校ぐらいやったら、教科書はその教科書使えなくなりますよ。東京書籍とかさ、市場を牛耳ってるたくさんの、そのインチキ教科書いっぱいあるけど、そんなインチキな教科書を使って授業できませんって、あの生徒がね、やったら先生は授業立ち往生するし、したらいやこれは事実なんだって開き直るんであれば、私どこでも行きますよ。あ、そうですか。あの割と例えば同じ、あの日本時代があった台湾とかだと、いまだに鉄道とかの駅とかが残ってたりとか、いろいろ聞くじゃないですか。で僕韓国行ったんですけど、あんまりこう日本時代のものとかほとんどが、まあ、ゼロでしたよね。そのだからそれはあのやっぱり朝鮮戦争、昭和の10、いやそんな朝鮮戦争でも線路をいちいち壊す必要ないし、だから今北と境界線のところでも、この間一部その線路がつながっただとかってニュース流れてたじゃないですか。あれつながったじゃなくて、もともとあった線路に。だからね、昭和12年で私鉄とあの国鉄、要するに日本の国鉄で合わせて5000キロ線路延長数、で終戦間際の頃だと大体それから1000キロプラスになってるの。1000キロプラスですよ、5000から1000。だからその時はね、昭和12年からだったら、まあ、あの西次元始まってるから、その次元で日本が疲弊してお金がないのに1000キロ作ってると、で学校もその2500、5600が5000ぐらいに、学校も作ってるや線路も作ってる、すごいんですよ。 戦時中でも作ってたわけ、どんどん、はあ、そうですか、だからあの教科書書いてることほとんど嘘ですね。だからその後に、あの韓国人 自身がそういう歴史観を否定していくじゃないですか。それっていうのの原因ってどこにあると思う？いや、教えてないからですよ。韓国人、歴史をね、世界史教えてないでしょ、韓国ではね。だから歴史を教えたら事実が分かっちゃうから、だからキム・ワプさん、ワプスンっていう人をね、あの人なんか本出したじゃないですか、あれ発禁になってるわけですよ。あの親日派のための弁明でしたっけ、だからあの本読んだからって言って、まあ我々年配の人がいろいろ言ってるような内容のぐらいのものですよ、そんなこれでっていうか裁判所に出してどうだって言って納得させるだけの資料はないんです、あの中には。なるほど。これは自分は裁判を主だってやってましたから、法廷に出してどうですかって見せた時、向こうが沈黙せざるを得ないような資料、だからそういう資料たくさん持ってるから、学校で先生が変なこと言ったらね、資料持って公開の討論会だったらどこでも行きますよ。だから、ね、先生来てくれるから、先生あの討論会やってくださいと、どっちが真実か分かんないですから、先生根拠何ですかと、資料は何ですかと。だからやっぱり学生はね、中学生でも高校生でも根拠、教科書に書いてて強制連行したって言ったら、それはあの女性の証言、その証言を裏付ける根拠があるんですかって、そこまで突っ込まないとダメね。嘘を平気で言っても恥のない文化だから、それを全部嘘って言っても、あの通用するんですけどね、じゃあそれが事実であるんであれば、その事実とするその証拠、裏付け、そういうものを出してくださいと。
だって警察官いっぱい朝鮮人がたくさんいて、じゃあそのソフトバンクの孫さん、ね、下っ端のそういう子役人を使って日本は悪いことしたとかなんとかって言ってるけど、実際は知事がいて道議会議員がいて郡長、ほとんどの過半数以上は全部朝鮮人じゃないですか。高等刑事だとかね、あの警察庁 の, あのこっちの本の中には警察庁のナンバー2が朝鮮人とかね、だからそういう体制の中で強制連行なんかできるわけないわけ。当然そうですよ、だからね、あの日本にいる孫さんだとか、なんかあの犬を白戸次郎朝鮮に全部返してもらいたいとか真っ赤さに手紙書いた、あの人白洲次郎をもじって白戸次郎って言ってんだよ、あの犬だから日本人ね、若い子たちね、あの犬可愛いなんて言ってんのははっきり言ってバカ。それだけ侮辱されてさ、主席でね、酒の宴席でそんなこと言ってあんた犬の子って言ったら殺されても仕方ないのよ。ああ向こうではそうです、向こうでは、ね、あんたは黒人のなんとかってそれ言われても殺されても仕方ないわけよ、それを可愛いだとかストラップだどうのこうのなんて騒いでる若い子たち、本当もう日本人やめてもらいたいね、そういう若い子にはね。なるほど、本当はっきり言ってバカだもん、バカという言葉ぐらいしか日本に侮蔑もないから、最大限の侮辱言葉でしょう、バカなんて。なんかさやさんさっき、いやいつもねこういう話題になると、その台湾と朝鮮とこう同じようにこういうふうに日本が、まあ良くしてあげたっていう言い方のイメージなんですけど、私は投資して同じように扱って、そのそこでどうしてこうその後の結果がこんなに違うの、日本に対する感情が違うのかっていう部分で先生はどう考えてますか。いや、その政権を取った人間たちの正当性がなくなっちゃうからですよ。日本人の方が良かったって言ったら正当性がなくなっちゃう、ね、政権のね、今現在もその状態なんということは情けない限りですよね。だから当時の日本より今現在の政権の方がずっと朝鮮人のためにいいんだよっていうことを言えるんであれば、過去をそうやって評価してもいいんだろうけど、評価する自信がないってことですよ。例えば日本に来てる在日の方の半数以上はもう公文書でね、あの当時の社会党の議事録とかそういうのではっきり出てるから言いますけど、過半数以上は不法入国者なんですよ、現在ね。だから孫さんがその強制連行で連れられてきたのがいっぱいいるとか言うけど、強制連行で連れられてきたっていうのか、軍事徴用で来て日本に終戦と、あの昭和34年の時点で残ってたのは245人しかいないんです。あとは刑務所に入ってる人間、あとは自由意志で来てるわけですよ。まあ出稼ぎですね。そう、だから出稼ぎの中には不法入国者がいっぱい釜山からバーッと押し寄せてきて、で新聞記事には毎月200何十人強制的にね、あの帰国させ帰還させてたっていう記事だったんですからね。だところが日本に今住み着いて2世3世3世ぐらいに おじいちゃんおばあちゃんだとかお父さんたちが言うときには、いや不法入国してきたとは言えないわけじゃないですか。そうですね、自分たちがどうして日本にいるのって、したらいや強制的に連れられてきたんだよ日本はけしからんって、そういうふうに教育されてんですよね。そうですね。だけど日本は言論の自由とか資料もね、自由に見れる国なんですから、ね、孫さんみたいにお金がある方だったら、そういう資料を当たって見てくださいよと、強制なんかありませんよって。ところがあの外国のね、そのなんだグレゴリーなんとかとかって大学の先生だとか、日本は強制連行して連れてきたとかバカな、だから大学教授でもそのレベルですからね。実際資料なんてね、朝鮮事情って毎年毎年こんな分厚いね、朝鮮事情って総督府の資料本があるんですよ。見たかったら国会図書館に行って学者見れよって言いたくなる。お前ら学者何やってんのって、どっさりありますよ国会図書館に行けば資料が。そうですね、だって自分朝鮮嫌いだから朝鮮に関わりたくないし研究もしたくなかったんですよ。まあそうなんですか。だから誰も出さないじゃないですか。もう嫌いってはっきり言っちゃいますよ、好き嫌いの問題だからね。だから誰もやんないから仕方なく、そのこの朝鮮のこれだってやってるし、こっちの方だってやってるし、でそっちはサピオの連載したんですけどね、なぜやんないのって結構時間がかかる。例えばそのそっちは連載なんて言ってても、不連続連載なんて変な連載だったんですけどね、資料が集まったら出しますよみたいな作業で連載、でその十何回ずっと連載やってて、資料がないとやらなくていい連載だからすごい楽な連載だった、資料が見つかったらやります。なるほど。それでそれの連載やるっていうのはどうしてかって言ったら、
やらないじゃないですか。北岡なんとかさんって偉い今どっかの学長になった人、ね、あの人たち朝鮮とかの勉強会やったでしょ、うんうんうん、それで嘘800、ね、その辺のさリベラル左翼の言ってるようなことをさ、ね、すり合わせしてなんか変な、ね、総括みたいなの出したけど、ね、あの程度の人間を使ってること自体も政府問題ですよ、ね、あの時は自民党政権だったと思いますよ、ね、あんなレベルの低い自分の足でね資料を探すってことしないわけですよ、ねね、大学の教授連中は、あの助手だとか、うん、そういうところにやらせるわけでしょ、うん、とか資料っていうのはそういうふうにやらせて出てくるもんじゃないんですよ、うん、だって探して出てくるもんじゃないんですよね、出てくるか出てこないか分かんない、その中で探していくんですから、でなんかファッと出てくるんですよね、出てくるときは。ただ今こう紹介していただいたのは朝日新聞っていう、いやこの写真の方は全部資料本です。ああそうですか。新聞の方は新聞記事 で、こっちの写真は全部資料本から。なるほどな。非常に貴重な写真、貴重な写真ですね。ただこういうものがまあもちろんこう事実としてこう昔あったわけですから、まあ、だからこっちの方にはね、写真全部出典明らかにしてありますよ、どういう原本から。しかし本当になんか本当に近代都市というか感じですよね。もう全部出典全部明らかにしてるから、あの左翼のね頭のいかれた学者も逃げようないですよ、いつでも論争してあげますよって資料を持って、だからその自分たち資料ない時に吉見教授中央大学のいい加減なこと言ってたけどさ、もう学者として引退しなければさいつでも討論でも何でも勝負してあげますよっていらっしゃいって感じですよ吉見さん。なるほどね、じゃあぜひね桜寺とかで、いや逃げますよ、自分でこれだけ資料持ってるの分かってるから学者逃げますよ、持ってないから。そういう方はあの言葉ではね出演するって言うんですけど、要するに自分も自分個人のね言葉の力なんてそんなないですよ、やっぱり資料です。要するに改ざんできない一次資料、戦前のその資料をボンと出した時この資料どう評価するんですかっていう時評価しようないでしょう、そうですね、事実として全くその通りですね。でもこれだけの写真とかね、こんな貴重な、これは何の、東洋随一のハイテク、ぜひ買って読んでいただきたいけど、鉄橋ですから、鉄橋がこうハイテクな、朝鮮と満州、これ大きい船通るときぐる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 動く、回転式、すごいですね、回転式ね、ぐるぐる。でこれは1900年、こっちの鉄橋の方がすごいですよ、この鉄橋、これ1900年ですよ、できてるの。だから日韓平和時代ですよね。日韓併合が1910年でしょ。その前だから日清戦争の後に鉄道の施設権、敷設権を日本あのもらってるから、その流れの中でこれ作った鉄橋、すごいよね。すごいですね。だからこういう事実分かってて全然その封印されてた、したら学者の中でさ朝鮮の問題インフラの問題とか語ってた連中、お前らふざけんじゃないよって、どういうことなのって隠してたのって感じだよね。あの鉄道のことで言うとね、僕あの去年 KTX に乗ったらですね、車内であの記録映画が流れてまして、それは KTX の成り立ちっていう、まあ、韓国語なんで、まあ、絵しか見てないですけど、その戦後の後輩、朝鮮戦争の後輩から、一からこう朝鮮の労務者がこうガーって作ってそのつなげたんだって言ってましたけどね、嘘でしょ。KTX はあの韓国の新幹線ですね。あの、ソウルからプサンまでこう大体3時間で行くんですけれども、大体大人1人4500円だったからね。あの毎日新聞が1900年代に出した領朝500年っていう写真 の、 その資料本みたいのがあって、それ見たら領朝500年の中に総督府が作った今バーッと見せたこの本の中にあるような、立派な建物だとか全部領朝500年の中に入っちゃってるわけ。領朝に入ってるんですか。領朝500年の形状というタイトルのコーナーで、領朝500年の形状だと領朝時代にできた建物になっちゃうじゃないですか。そうですね。ところが日韓併合時、そこに出てるのは日韓併合時代に作った、日本が作った建物全部、あのソウル大学にしても、長銀にしても、あの朝鮮ホテルにしても、全部そうですよ、何を考えてんのって。だからその時代をね、設立年を見れば、これ平和時代じゃないのって、そういう知識のある人は分かるけど、一般の人こうやって開いてみたら分かんない。あのさっき先生がおっしゃったあの韓国の中でもそういう正しい歴史事実を言ってる方っていうのは、まあ、本当に少なからずは少ないでしょうけどいると思うんですけど、まあ、韓国のこの前何でしたっけ、8年連続自殺率世界一位ですよね。ものすごくこう
世の中の同調圧力というのは日本より比べもならないほど強い国だと思うんですけども、うん、そういう中でね、そのキム・アンソプさん的な人って今後出てくるんでしょうかね。あの国今でも貧乳本扱いされてるんでしょ。いやだからその違法にというかアマゾンジャパンとかから取り寄せなければ多分無理だと思うんですけど、うん、だからそれだけね中国も、うん、あの東アジア の, その民度の低いのは、うん、歴史が自由にね言論の自由も政治的な自由も思想の自由もないということですよ。でしょうね、おそらくね、うん、だからノーベル賞はね、裏金を出して平和賞を取るとか近代中だけです、うん、平和賞とか、うん、なんか文学賞だってあれは、うんそのね、中国に対しての何かあって文学賞なんでしょうけど、流行派ですかね、うん、だからその何ていうのかな、真実っていうところっていうのは何もね、うん、その歴史だけじゃなくて、うん、自然科学ほどもズバリイコールゼロゼロっていうのは真実を追求するような学問じゃないですか。昔ね論文熱唱してた教授がいましたね。いましたね、うん、クローンかなんかのね。そうそうそう、うん、であれも何百億政府お金つぎ込んでもう大騒ぎしてたでしょう、うん、しかも当時中国ではそのクローン技術 の, その論文熱唱した時逆だったらしいですね、うん、その擁護したって言うんですよね彼を、その捏造してた教授を。あれじゃないですか、うん、外国がいじめてるっていうそういう論理でしょ。そうだから要するに歴史認識だけの事実じゃなくて自然科学にも事実を探求するというそういう粘着力っていうか意識が低いから多分ダメでしょう。だからヒラリー・クリントンさんがね20年後世界の最貧国になるって中国の子と予言してる異常さというかと思いますけどね。だからアメリカ人に言うのよね、日本だけが問題じゃなくて、尖閣沖縄だけが問題じゃなくて尖閣沖縄、その次ハワイに行く可能性だってあるんだよ。確かに確かに、うん、それで今の流れで中国人増えてたら、あと100年ぐらいしたらアメリカは中国人が見つけたんだから、コロンブスより先に中国人が見つけたんだから中国のものだっていう論理通るんですよ。そうですね、今尖閣の問題はそうですからね、法的な手続きとか国際法に準じて日本は領有権主張する、そうじゃないと明の時代だとかあそこ航海でさ、見てたと、島があるのは分かってたと、それだけが根拠ですからね、したら中国人はコロンブスより先にアメリカ大陸を発見してると、じゃあある程度力で移民が増えて力を持ってね教育して今上の方で力を持ったらさ、アメリカはもともと中国のものだって言いかねないです。言いかねないですね。アメリカ人にそういうふうに教えてあげないと分かんない。はい、ということで、あ先生から、はい、なんかいいですか。いやもういいです。あ大丈夫、まあ、機会があったらいつでもすごくね面白い話 で衝撃的な話だったんですけども、うん、またぜひ機会があれば先生、はい、近々ぜひお願いいたしたいと思います。ついねこういう動画だと簡潔なこと言っちゃうから。いやいやいやすごく面白いと思います。いや自分もそれ書けないことを言いたいですからね、はい、ありがとうございますということで今日はジャーナリストの水間先生をお迎えしていろんな話を語ってまいりました。来週はですね東北大学名誉教授で国際美術史学会副会長でいらっしゃいます田中秀道先生をお迎えいたします。ということで今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。